前田です。アウンの松本です。いつもありがとうございます。はい、ということで今日はどういうことかちょっと分かりませんけどね。はい、今日はインカの目覚め、これアップにすることもないと思うんですけど、インカの目覚めってことはジャガイモなんですけど、北海道産のジャガイモなんですけど、糖度が高い品種になるんですよね。これ中もですね、栗のように黄色くて、これが美味しいので、こちらの美味しい食べ方を、インカの目覚めの美味しい食べ方を皆さんにご紹介していきます。よろしくお願いします。はい、それではちょっと水洗いしたインカの目覚めをですね、蒸していきます。はい、ざっと開けて、大体何分ぐらいだ、これでっけえな。はい、はい、ではそれでは15分ぐらい蒸していきますかね。はい、いきます。はい、それでは仕上がりました。はい、じゃあこう串を打ってですね、火が入ってることを確認していきましょう。はい、はい、OK です。これもうすんごい、今ちょっと伝わらないかもしれないけど、僕はインカの目覚めのフライドポテトを今作ろうとしたんですよ。で今この開けた香り見たらですね、もう何ですかね、今年の池上本門寺行った初詣のジャガバター、何ですかね、出店を思い出したんで、この香りなんで、今日はちょっとインカの目覚めのフライドポテトにしないで、インカの目覚めの主刀、ジャガバターの主刀乗せをしてみたいと思います。よろしくお願いします。それでは、ね、まだポクポクですよ。これをですね、一口大にカットしていきましょう。こう、見えますかね、この色ですね、この色と、熱いんだけど、この香りが、これインカの目でもこの色もね、甘いんですよ、味も。はい、一口大に切っていきましょう。感じですかね。はい、もう香りが本当にフライにしようと思ったんですけども、本門寺の出店の香りがして、もう我慢できないから、はい、揚げないでこのまま、はい、乗せて、多いな、ちょっと試食なんで、あとこのぐらいでいいかな。はい、でこれにバターを、ジャガバターですか、イメージはジャガバターぐらいにこうバッとこう多めに乗せて、そしてここだけだと縁日の味になるんですけど、こう熱塩して、バターで縁日なんですけど、これ塩分はこれでいきます。はい、主刀です。これが大人です。酒の魚でございます。これもね、たっぷりめで、こんな感じですね、ぬるっと。それでは出来たてインカの目覚めのジャガバター主刀のせ、はい、ではそれでは完成しました。いきなりちょっと僕がインカの目覚めの香りに負けて、フライドインカの目覚めがバター主刀になりました。はい、じゃこれいただきたいと思います。やっぱたっぷりたっぷりですね、もうバターが入ってますので、このようにバターが溶けて、ちょうどこの芋の甘みがもう抜群な状態ですね、これ。はい、はい、こんな感じですかね。はい、たっぷりのバターと主刀が乗ったインカの目覚め、いただきます。これまずい、これまずいやつだ、うますぎる。もう、インカの目覚めの香りがずっとこう鼻にスッと抜けて、もう口の中ではこのバターと主刀のもうなんていうんですかね、このバランスがずっと口の中にありますね。これはちょっともう主刀っていうぐらいですから、あれなしじゃやっぱり語れないですよね。はい、ということで
仕事中の皆さん本当に毎日毎日すいません。お仕事中お先にこれをいただきたいと思います。このまま うますぎる。もう完璧ですよこれ。あのシュトーカってご自宅でもできますし簡単ですし、お店でもねでも飲みたい時なんかぜひちょっと試してみてください。こりゃ今日ビールで行きましたけど一杯目なんで、いや日本酒焼酎ありだと思いますよ。はい、ということで皆さん今日もうまいもん食べて元気よく過ごしていきましょう。それでは皆さん素敵な一日を。ありがとうございました。